はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんばんは。 D のんちザワイズです。今回はちむどんどんの第45話について話していきたいと思います。はい、第45話ね、とうとう信子がこうおでんのね味を認められ、またお店に戻ってこれるという回でしたね。そしてニーニーがね、ちゃんとお金をね少しずつ、お母さんに返していってるみたいな感じでしたね。面白いのがまたニーニーはあの豚のところに行ったんですね。なんでなんだ、なんで、その返しに行ったってことですか。前借りしてね、なんか2位2ならこう違うところ行くような感じがしますがね、戻っていったわけですね。どうなっていくんですかね。なんか不思議な回でしたね。そして、ね、あの涼子問題ね、この物語はもう本当に兄弟全員の話で進んでから盛りだくさんですね。ね、山田裕貴さんがこうね帰ってきてくれみたいな感じでしたよね。だけどなんかね、山田裕貴さんがこうどんだけダメかがあんまり伝わらないですよね。そのなんだろう、そんなに離婚するまでのことが怒ってる感じが全然描かれてないんで、なんかただただね、あの涼子が川口春奈さんがわがままな人に見えているっていう感じはするんですが、どうでしょうか、皆さんはどう感じてますでしょうか。そして歌子がまた倒れちゃった。でまた倒れちゃったって言ってもどういう感じなんですかね。こう1年に1回とか2回とか3回ぐらいなら大体の人なんかそんな感じな時あるんじゃないかなみたいな風に感じるケースもあるし、ね、病院に行った方がいいよっていうね、いう意見もありますが、病院もきっと行ってるんですかね。全然行ってないんですか、あんな感じなのに。いい加減このなんて言うんですかね、お母さんが病院に行かせろみたいな意見もね出てきますが、まあもういい大人なんでね、自分で行ってもいいんじゃないかっていう意見もありますしね。どういう設定なんでしょうね。あんだけね片桐はいりさんとのことがあったんでね、必ずや歌の世界に来ると思いきやそんなんじゃないんですね。もう歌は終わったってことなんですかね。わかんないですね。だからアイドル的な歌の歌手とかはもうなんか無理そうな感じですしね、実力派って言ってもなかなかね年取ってから出てくるのは難しい時代だったんじゃなかろうかと思いますけども、どうなんですかね。なかなか、まあ来週はどうなっていくんでしょうね。なんかね予告だとなんか高嶋政信さんがね、あの沖縄料理屋に来てましたけどね、どんな感じなんでしょうね。まあそんな感じで、来週も楽しみにしたいと思います。はい、ここから私のねぼやきコーナーですけれどもね、あの来週は、水曜日と日曜日に私のバンドキャプテンカーンのライブがありますので、ぜひ皆さん会場に遊びに来てください。水曜日はね吉祥寺のプラネット K というライブハウスが閉店してしまうということで、閉店前にこうのイベントで出させてもらうって感じなんでね、皆さんぜひ会場に来てください。配信はねないんでね、ぜひ会場に
遊びに来てください。そして日曜日は、弊社のイベント、のんちと知り合いの240回記念ですよ。240回ですよ、ね、それありますので、ぜひ皆さん、これ配信もありますんでね、あの日曜日出たくないよって方は配信をね、配信でお願いします。ただ会場に来ていただくと本当に私喜びますんで、よろしくお願いします。はい、そんな感じで、皆さん張り切って週末をお過ごしください。それではまた、バイ。